家賃補助、果たしてそれで足れるのか、特に東京都、バッタバッタ閉店、倒産、出るんじゃないでしょうか。 はい。というわけで、こんにちは。参議院議員のおときたです。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。今日はですね、かねてから野党、維新も中心となって,て、中心の一つとなってですね、提案してきたこの家賃補助。私たちは法案を出したわけですけども、それに対して与党案というのがまとまったということで、一斉に報道がされています。5月の8日に収録してるんですが、ただこれは、あの、我々野党がですね、こう突き上げたことで、まあ、与党が動いたと。そして、成案がまとまったということで、まあ、一歩前進ではあるんですけども、ちょっとこのね、家賃、 のこの補助スキーム、この家で、この家賃の支援の与党案ではですね、かなり不十分なのではないかというふうに私たちは危惧をしております。この与党案ではですね、まあ、上限50万円、3分の2で上限50万円まで一事業者につき補助をするということで話がまとまったと報じられておりまして、まあ、資料を見るとそういうふうに与党案になっているんですけども、 50万円っていうとですね、特にこれ、いろいろ平均値を見て算出したと言ってるんですが、東京都内で、例えば飲食店、路面店で、50万円の家賃でやっていけるところっていうのは、もうほぼないんじゃないかというぐらい、これは地下との釣り合いが取れていないと。 もう多分おそらく東京の一等地で言えばですね、もう何百万、二三百万っていうのはもう当たり前にある家賃ですから、それは50万円補助されただけでは当然この赤字、この出血が止まらないわけですし、しかもこれが店舗ごとではなくて、一事業者ごとに今の案だとなっているようですから、つまりですね、20店舗、都内に20店舗飲食店とかライブハウスとかね、まあそういうのを抱えている事業者でしたら、 何個、何個や家賃が発生してても、何店舗家賃が発生してても50万円ですから、これは到底ですね、これはもう足りないと。えー、この自粛期間が続けば続ぐほどもうダメージが蓄積されていくということになるわけですので、えー、ちょっとこのスキームはですね、まあ、我々の野党案ですと、町の猶予、まあ、この全額で、ね、何店舗あれば、その面を猶予できるわけですし、貸し付けをして、そして減額したオーナーにも女性を出すというスキームでしたから、まあ、そういうあの、 規模が大きく、大きい業者も救えるというスクリームになってたんですが、この野党案、この与党案ですと、かなりこの救えるというのは一部事業者に限定されるんじゃないかなというふうに思っています。まあそれが証拠にですね、これも中小企業向けというふうにも銘打たれているわけですね。で、一定以上の規模の事業者はそもそも対象にならないということですので、その対象になる中小事業者で、そして都内1店舗だ2店舗とか、本当ちっちゃいこじんまりした飲食店を構えているところであれば、非常に助かると思いますし、これはもちろんこれ、これでやった方がいいんですが、でも今まで申し上げてきたような、都内 20店舗ぐらい出してるようないわゆる中堅のベンチャー企業みたいな。 ぐいぐいこう言ってるですね。こう、飲食企業これから引っ張ってくぜみたいな、そういうぐらいの勢いがある、えー、企業、中小とは言えないぐらいの、でも大企業でもないみたいな、それぐらいの体力の勢いのある企業というのは、軒並み対象外になってしまうということで、まあ、これは非常にですね、不十分かつ、本、ま、当、あ、倒産、連鎖倒産みたいな、この引き金になりかねない、えー、この支援策になってしまったんじゃないかなというふうに危惧をしております。でこれについてはずっとこの家賃の支援を求め続けてきた、まあ、松田幸太さんも、また警鐘を鳴らしていまして、まあ、特に、 まあ、とりわけねこの中小企業という定義がそもそもだいぶ昔に作られたもので中小企業向けの支援っていうところだけをやっているとそこからこぼれ落ちるところが出てくるんじゃないかと、まあ、いうことでですねそこについても、えー 見直し、まあ、この時代に合わせた見直しをするべきだとおっしゃってたんですが、まあ、こういったものを含めてですねやっぱりこのコロナウイルスの今回の一連のやはりこの政治的な駆け引きや政策立案の中であらわになってきたことは、まあ、いかにこの日本の政策スキームというのが本当古い,古いものになっている時代遅れのものになってしまっているということなんだと思います通小企業の定義そのものもそうですしそもそもこういった今回の自民党案与党案のように中小企業というところで線引きすることが果たして正しいのかどうか今まではずっとそれでやってきたんですけどもそれまでこぼれ落ちるようなまあ ベンチャー企業こういった有力中堅企業というのがどれだけ日本経済を支えているのかということもですね改めて見直す契機にしなければいけないのではないかということを改めて思った次第でありますでただこのまあ家賃の問題って非常に難しいところですからねあんまりこの自民党さんの多分言い分だとやっぱあまりにもですね政府が何でもかんでもということでお金を出すとですね不動産市場自体に大きな影響を与えてしまってそこの相場がね非常にこう乱高下してしまったりしてマーケットの信用不安を引き,しし、ま、引き起こしてしまうというようなご懸念もあるんだと思いますけども まあさりとってやはりもう本当に目の前では多くの飲食店を中心に店舗の閉店が続いてます私も結構ねあの私は松田大学の出身なんですが高田馬場のよく行ってた居酒屋とかカフェとかがほんとこの自粛の延長を受けて閉店しましたっていうような情報が回ってきてもう非常にショックを受けてるんですけどもこうしたものを防ぐためにはですねもう政府はあらゆる手を打っていかなければいけないというふうに思いますしこの政府の案に対して不十分なところというのはもっとカバーするこの 提案というのをしていかなきゃいけない。で、この家賃というのがもうこれでとりあえず与党案で、まあ家賃は家賃でこれでいくというのであれば、で、やっぱりあの持続化給付金、今、えー、企業が200万、個人情報100万というところですけども、これを少なくとも2倍にする。もっとこれ5倍、10倍っていうのもあり得ると思うんですけども、まあ、自粛期間が約2倍になったんですから、少なくとも2倍にして、簡易的な手続きですぐに支給するとか、まあそういった対案をですね、これからも政府与党に打ち込んでいかなければいけないなというふうに思っております。あと加えてですね、これはまあ、 都道府県自治体の独自政策というのも重要になるんじゃないかなというふうに思います。特にこの家賃というのは、もう地域によってすごく格差があるわけで、特に東京都というのは、もちろん言うまでの一番家賃が高いエリアでありますから、福岡市とか神戸市とかも独自にこの家賃助成というのが既に走ってますけども、まあ今国のスキームが50万円であれば、やっぱり東京都が上乗せをして、もう50万とかもう100万とかいうことができればですね、まあだいぶ状況も変わってきますし、まあそのためには東京,東京都が財政に余裕があるとは言ってもですね、無限に財政、 に余裕があるわけではないですから、まあ、地方交付金、臨時交付金というのを、今1兆円ですけども、これを大幅増額して、まあ、そして、ま、東京都は、ま、平時は不交付団体とはいえ、え、これだけ多くの企業を抱えてですね、それをカバーしなければいけないわけですから、それに対してはそれなりの支援をしっかりしていくと、まあ、いうこともですね、この地方分権の観点から、え、国に働きかけていきたいと思いますので、よろしく皆さんのまま、また引き続きのご支援お願い申し上げまして、え、また情報発信継続してまいりますので、え、チャンネル登録お願い申し上げまして、今日の Vlog としたいと思います。え、それではまた次回。 Saya harap